はい、どうもニーナです。今日もスターウォーズバトルグラント2プレイしていきたいと思います。8月の最初の水曜日ということでね、ダブル XP ボーナス開催しております。はい、まあ、その他のね、8月のスケジュールの方も私動画にしておりますので、ぜひね、よろしかったらそちらの方もご覧くださいという CM を打っておき、さらにもう一枚いるか、さらにもう一枚いた。ただ後ろは綺麗に撮ってるね。ナイス。そしてコミュニティクエストですね。コミュニティクエストのヨーダの撃破の方、撃破150万の方ですね、が完了してますので、ぜひ皆さん勝利ポーズを受け取ってください。まあ大方の予想通りというか、私の予想通りというか、なんというか、まあ、プレゼンスの方がね残ってしまいましたが、まあまあそれはそれ。やべ、全然車線に入ってない。これはここでのんびり打ってて、全然当たってない。え、濃厚すぎるだろこれ。ちょっと待って、俺濃厚すぎない？あれ、倒すのどんだけ時間かかってんの。怒られるぞ。怒られるぞ。ここには来ていないか。来ていないみたいだね。味方かなり押し込んだでしょこれ。あばばばば、上か、上から撃っているパターンだね。どうしましょうか。上から撃っているパターンの方を確認しましょうか。あれ、あ、なんかどこにいるそれ。うわ、めちゃめちゃいるじゃん。なんかめちゃめちゃいるんですよ上に。いてて、え、グレ投げ込まれてる。グレ投げ込まれとるやん。なるほど、ならば空を飛んで敵を倒すというのもまた一興。動いてないのね。さすがにスタートから出るのは間違いだった気がするな。急ぎましょう。急げ急げー。だいぶ居残ってる感じなんじゃないのかな、あの動きを見ると。そしてやらないとやばいな、あれ、ガンシップ。上には登ってるからここに居残ってるってことはなさそうな感じですかね。ヒーローにはとっ捕まりたくないよな。いたな、それは逃がさんよさすがに。遠くから視認してしまったんでね、ちょっとそれをね見逃してあげられはしなかったな。どこだ、ないか。なんか後ろにない？あ、これ敵か。これ普通に、いや、迷彩わかんねえな。迷彩マジわかんないな。迷彩マジわかんないっすよ。一瞬普通に見逃しちゃったよ。何の話してたっけ。新しくこう手に入ったヨーダの勝利ポーズですね。セレニティでしたっけ。あれ、フードかぶった方がいいのか、そうじゃない方がいいのか、非常に迷いどころじゃないですか。あの勝利ポーズに映える、あの勝利ポーズに映える、姿は一体どちらかなっていうのか。結構どうですか、あなたはどっち派ですか。意外とね、ローブ外すのも。
まずいな、これ。まずい。あー、バカやった。ごめん。倒す方そっちじゃなかったね。倒す方そっちじゃなかったわ。どっちにいるかきちんと見極めなきゃダメだ。クソ M で外しまくったしね。どこに敵いるかな。そこは拾われてない。どっちもまだ拾われていないが、後ろに何か反応がある。あ、させんさせん。完全に味方に今助けてもらったわ。注意力が、注意力が3万ですかね。まずい。そんなあれを余裕ぶっこいて妹なんかしてる暇はありませんよ。こっち側から撃たれてる。まずい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 。もう危ない。全然敵倒せてない。うろうろしてるだけ、うろうろしてるだけ。クソ、テンパりすぎてうろうろしちゃったよ。行きましょう。あれが、あれが味方？敵じゃん。敵じゃないっすか。まあそっちにもいるでしょ。ここだ。できればやっぱガンシップやんなきゃダメだな。一回あれかな、エアリアルやめてガンシップ狙いに行った方がいいな。これ戻れ、戻ります戻ります。ギリギリか。しまった、引っかかった。ヴァンガードに走り回られて引っかかってんな。ちょっと待って、一回ヘビー出そうか。ちょっと誰も上見てないっぽいから。カード一個つけてない。誰も上見てないのは良くないね。出してるな。え、普通にあれでよかった。エアリアルでよかった流れか？普通にエアリアルでよかった流れっぽいか？ただ上結構いるよね。準備よし。いなくなった。あー、別にエアリアルでもよかった系だな。これ味方がかなりラインを上げているから、これ空洞化を狙われないように、空洞化を狙われないように、人だけ狙っていきたいね。人だけ狙っていきたいね。普通にあれでよかったか。これでエアリアル出すと逆にあれなんでしょ？いなくなるパターンのやつでしょ？でもあれか。きちんと。いや、拾いに行きそうな気がしない？行ってる行ってる。めっちゃ拾いに行ってるね。あれ阻止しましょうか。OK。あれはきちんと阻止していきましょう。味方はあれ、なんだ、タンクがいってんのかな？まだこれ、あと1回は撃てるスペースがある。タンクだね。タンクなんかに怯えてんの？なんかいるのそこ。わかんないなぁ。ごめん、そこわかんないっすわ。うわ、やっぱガンシップ出てきたよ。ガンシップ出てきましたね。なんか今いたな、後ろ。あ、やばい、撃たれそう。しまった。輸送車の1台にイオンダメージ。どういった？いった。ミスったね。
こうめんどくさいぞ、あのガンシップ。次の過程を分析する間、クロンドを排除せ、クルーザーへの攻撃準備を始めねばならない。あれ取りたかったな。どうするか。ロケトルが1台飛んでったからあり得るよな、この辺何かがいるっていうパターン。そうなるよね、まあ、そうなるよね。ジャンプできないか、くそー。やはり厳しいですか。来てるのかな、さっき来たしてよな。余裕っぽい気はするな。任せるか、なるべく奇襲していくパターンにしましょうか。なるほど、マナキンはいるよね。マナキンはいる。壊して、そこにいるよな。結局完全に味方が来るのを待っていただけになったな。早く来てるのに早く来てるのに、それですよ。やだ、とりあえず置きます、とりあえず置きます。ただ敵はまだいるから、ナイス、いいよ。ヨーダは取った、あとアナキンかな。下か、索敵欲しいな。とりあえずこっち行っといて、誰か来たらロケットぶち込みます。誰か来たらロケットぶち込みます。 OK、 いいですね、いいですね。つかかった、つかかってうまく飛べなかった。危ない危ない、残り組がいたな。体力結構減っちゃったな今ので。さてと、まだいるな、ガンシップ。ロケット回復して、バレている可能性もあるよな、この動きは。バレてるな、多分。まずいな、危な。ちょっとドロイデが助けらんねえわ、それ。置きます、きますが、ちょっと単発の効果力ものがないんで、防げるかどうかは怪しいな。オッケー。ね、もうちょい欲しいな、人。さすがに、とちりそう。さすがにとちりそうですわ、それは。それはさすがにとちりそうだな。きついね。ああ、ごめんごめんごめん、気づいてなかった。ありがとうありがとう。
今のは気づいてなかった。これ完全に見逃してたよ。助かった、味方ありがとう。ヨーダ来てんな。排除したか、なるほど。いいね、タンクいい動きしてるね。しまった、これはまずいやつ。これはやっちゃったなこれはやっちゃったな。空いているか、どうしよっかな。何がいけるかな、アスマいけるかな。ちょっと守り硬いんだよね。54、ちょっとしっかり勝ち切りたいな。オリワンとかいないといいなと若干フラグを匂わせつつ前に行きましょう。うわ結構いるな。うーむだねこれね。結構範囲でかいな。どこで置くかなんだよな。この辺りもう置くか。ちょっとあれなんだよな、逃げ腰なんだよなこの位置。引き込めないよな、ここまで引き込めないんだよな。引き込めんよな、どうしよう。いやこれちょっと位置まずかったな、置いた位置がまずかったかもしれん。引き込みの位置が悪い、引き込みの位置悪いよなこれ。いやこれまずいね。まずいまずいまずい、くそ結果阻止された。はい、かすり傷かすり傷。ここに引き込むしかない、見えないくそやっぱちょっと奥なんだよな置いた位置が。スイッチが奥なんだよな、ごめんよ。 ST 止めてほしいな。ダメか、そうよね、私が最前線になっちゃうよね。これ痛い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 、これはさすがに死んだ。ごめん、ちょっと奥位置奥だった、ごめん。これはちょっとやらかしたな。ちょパソシ持ってっか。いや本当にすまん。いや本当にすまん、やっちまった、やっちまったか。いや迷ったんだよな、もうちょい前だよね多分。もうガンシップ1個前に置かないと多分機能しなかったくせ。いやー厳しい。あ飛んでる。いやもうちょっとなんか真ん中の方に立ってほしい感じだからな。いや自分でやりたかったけれどもな。やっちまったか、これやっちまったな。いやチョイスは悪くなかったと思うんだよな、セイバー多かったから。もう一歩といったところでしたね。はい、というわけで今回はここまでにしておきましょうか。ぜひ勝利ポーズ結構いい感じなんで皆さんゲットしてみてください。というわけで、今回はここまで。ではまた次回。ご視聴ありがとうございました。また見てねー。